空の律者が砂漠を離れようとしているが、あのまま逃がしていいのか？彼女に時間を与えることにした。これは孫守の命令だ。一粒の麦が死ねば、それは一粒の麦のまま。しかし麦が地に落ちれば、やがて無数の実となる。彼女を縛っていた鎖は外れたんだよ。そのうちに秘められた力が芽生え、花を咲かすかは、時が証明してくれる。それに、今はもっと重要なことに集中すべきだ。やはり信じがたいな。孫守が。天命と協力すると決めていたとは。渡りガラス。困惑するのは理解できる。天命司教は純然たる利己主義者。人心を操ることに長け、あらゆるものを利用して目的を果たす。取引にふさわしくない相手だ。しかし、この交渉はうまくいくことを保証しよう。その利己主義のおかげで、孫守の手札が無限に近い価値を持つこととなる。もうすぐ、天命という障害は、蛇の進む道から消える。孫守の命令ならもちろん従うが、私らの中には天命を憎んでいる者も多い。それはお前も知っているはずだ。今は孫守がどうお考えなのか置いておこう。ほら、来たようだ。ヨルムンランドの幹部が一堂に会するなんて、めったに見られるものじゃない。そうだろう？
もし交渉が決裂したら、ここで天命の奴らと全面戦争ってことで、いいんだよな。ハイヘビ。渡りガラス、武器をしまえ。たった今、孫子の取引は終了した。ダメね。これも壊れた。闘神ダメ、つかダメ、変調回路ダメ、エネルギーゲージもうダメね。これじゃあ最初から作り直すのと何も変わらないわ。あの子のことを考えてるの？前向きに考えなさい。少なくとも彼女は天命やヨルムンガンドの手には落ちていない。
ここに他に人はいないわ。何か悩みがあるなら、私に言いなさい。キアナちゃんが、変わっていました。その変化を、どう言葉にすればいいのかわかりません。成長したとも、大人になったとも、どちらの表現も違うような気がするんです。キアナちゃんはいつも元気な子でした。誰よりも口数が多くて、関係がないことにも首を突っ込むから、おとなしくしているところを見たことがありません。そんなキアナちゃんは、トラブルメーカーでしたけど、不思議と安心感を与えてくれました。でも、天球史で再会したとき、彼女は大きく変わっていたんです。とても静かで、その落ち着きぶりは別人じゃないかと疑うほどでした。一体どんな経験をして、どんな苦しみに耐えたら、人はあんなにも変わるのでしょうか。この4ヶ月間、きっといろいろなことが彼女の身に起こったんです。今この瞬間も、キアナちゃんは想像もできないような傷を一人で抱えながら、どこかをさまよっているんだと思います。早く見つけてあげないと。メイ、あまり思い詰めないの。ネガティブな感情は体に良くないわ。私たちだって最善を尽くしてきたんだから。机の整理はお願い。ちょっとデータ室に行ってくるわ。
ないよ、メイ先輩。ごめん、もうみんなを巻き込みたくないんだ。装備を整えて出発の準備をするわよ。テスラ博士、どうしたんですか？キアナを見つけたのよ。着いたわ。ここがリツ社の反応があった場所よ。キアナちゃん、どうして上空死に。入手した情報をまとめるわね。昨日午後、北アフリカにある天命の実験室がヨルムンガンダの襲撃を受けたのは知ってるわね。その際、そこに拘束されていたキアナも混乱に乗じて逃走した。その数時間後、ネゲントロピーの極東偵察拠点が強い律者反応を一瞬だけ捕捉したの。その反応が天球史で入手したサンプルと一致したそうよ。で、それを捕捉した場所が超空誌。空の律者の転移能力でそこまで逃げたんですね。ええ、超遠距離転移ね。その後、彼女の反応は消えたわ。偵察拠点からは他の反応を一切捉えることができず、衛星カメラにも情報は残っていない。でも少なくとも、キアナがそこに現れたのは確かよ。ここに何か手がかりがあるかもしれない。天命側に何か動きは？今はまだないわ。今回は私たちが先手を打てたってことね。ヘリオスの着陸予定地は超空誌の搭乗区にするわ。ここを行動拠点にして調べていきましょう。今の超空誌は無人エリアになってるから、人づての情報収集は期待できない。簡易の崩壊エネルギー探知装置を組み立てて、彼女の行方を追ってみましょう。
それにはまず広い場所を探さないと。見える壁は何？ライデンブレード、上空の壁です。あれが直視を東西に分けています。極東では有名な歴史的建造。聞いてたけど、いざこの目で見るとやっぱり少し信じられないわね。ここにしましょう。それにしても随分と地形が変わったわね。町は水没してるし、地図が全く使えないわ。空襲の現状は聞いていましたが、実際この目で見ると。全部第三次崩壊の余波よ。長空襲の中心は窪地になっている上に、ここは港町でもあるわ。崩壊が起こった後、地盤沈下が起こったせいで町全体に海水が流れ込んだのよ。流れてきた海水は崩壊エネルギーにより汚染され、二次災害となった。特に東城区は下流にあったから被害がひどかったそうよ。この光景を見たら、3年前までここに300万人以上の人が暮らしてた大都市だなんて誰も信じないでしょうね。全部第三次崩壊のせい。言っとくけど、あれはメイのせいじゃないわよ。誰のせいであろうと、この都市が失ったものは償えません。3年前、雷の律者として選ばれたのは私です。あの時、私がもっと強かったら、崩壊に屈していなかったら、長空襲の悲劇はなかったんじゃないかと、今でも思うことがあります。
今さらそんな話をしても意味がないのは分かっています。ただ今後何かの選択に直面するたびにこの災害のことを思い出せるようにしておきたいんです。これは私が背負わなければいけない責任ですから。キアナちゃんに対しても同じです。できたわ。使えるかどうか確認するわよ。超空誌の水と大気は崩壊エネルギーで満ちてるわ。キアナを見つけ出すならまずはリツシャエネルギーを選別しないとね。これはまだ新しい技術だから探知可能な範囲が限られてるの。およそ半径3から5キロってとこね。でしたらこの搭乗区を探すだけでもあと3つは必要ですね。向こうの最上区のことも考えるともっと必要になります。だからすぐに見つかるなんて甘い期待しないで。あれ？見つけた？博士、これは？どれどれ？間違いない。弱いけどこれは確かにリツシャの反応よ。それに近い。待って、よく見たら私の隣じゃない。反応？え？ああ、忘れるところだったわ。コンキストジェムはなくなったけど、まだリツシャエネルギーがわずかに残っているのよね。はい。アインシュタイン博士の診断書にもそう書かれていました。私だけでなくネゲントロピーの名手も似たような状態だそうです。今はまだ詳しい原因がわからないと言っていました。それにこのエネルギーは自由に使えません。ええ、それはおすすめしないわ。不安定なエネルギーを強制的に使えばきっとメイ自身を傷つけることになる。話を戻すわよ。メイの反応を除いたらここには特に何もなさそうね。次の場所に移動しましょう。
やられたらやり返す。倍返しよ。うわ、ここも水没。歩ける道は一体どこにあ。怪獣がまだうろうろしている。この3年間ここから一歩も出ていないのかしら。市から脱出しようとしていました。そしてここで姫子先生の部隊と遭遇したんです。あの時姫子先生のことを敵だと思って、私たちの間でちょっとした衝突が起こりました。この残骸を見る限り彼女にかなり迷惑をかけたみたいね。はい、あの戦闘で私の体内の律者エネルギーが暴走したんです。それを姫子先生が命がけで抑えてくれました。その後ハイペリオンはドッグに入り、試験段階だった戦艦兵器を壊した上にそれを直視でなくしたと聞いています。せいで姫子先生は危うく本部から処分を受けるところだったそうです。最後は学園長が何とか場を収めてくれたようですが、逃げている間私はいつ暴走するかもわからない力に恐怖を感じていました。暴走した時は何もかもが終わってしまったと思ったほどです。次に目が覚めた時、私は暖かいベッドの中にいました。そして私の前に現れた姫子先生は、私が律者であることを少しも気にせず接してくれたんです。
私に向かって力を制御できるよう育てると言ってくれました。それが私がバルキリーになった理由でもあります。もう3年だなんて、時間が経つのは早いですね。やられたらやり返す。次の探索ポイントにもうすぐ着くわ。都市の中心部に近づくほど歩ける道が少なくなってきますね。歩道橋や街道が全て水没しています。この道がどこにつながっているのかもわかりません。ずっと同じ場所をぐるぐると回っているような気さえしてきます。はあ、今の状態を反映した地図があったらいいのに。弱音を吐いても意味がないわ。手探りで進んでいくわよ。こんなところにネゲントロ壊れているみたいですね。3年前いや、見た感じ新しいから違うと思うわ。よし、作業を開始するわよ。ここでもないみたいですね。ん？待って。ここに変わった反応があるわね。ゾンビでも崩壊獣でもない。人型の反応かしら。にまだ人がいるのですか？行ってみましょう。
地面に何か。待って、あれって、これは子供？やられたらやり返す、倍返しよ。あの子が誰かはわからないけど、放っておくわけにもいかないわ。博士、あの子は一体。予想通りね。彼女は長空市の難民よ。名前はクー。幼い頃から長空市にいて、崩壊発生後はこの東条区に逃げ延びたそうよ。それ以降はずっとここにいる。彼女の他にもあと十数人いるみたい。みんな子供で、一番年上の子でも16歳。彼女たちは廃墟となった長空市で3年も暮らしているわ。そんな。天命が三つの支部を動員して、長空市に合同支援を行ったと聞きましたけど、まさかまだ難民が残っていたなんて。当時のことも聞いてみたけど、記憶をなくしているみたい。崩壊発生時のことは何も覚えてないらしいわ。あの子たちは今、巣という場所で暮らしてるそうよ。メイ、この名前に心当たりは？空市にそんな場所があるなんて聞いたことありません。そう、そこには女性の管理者がいて、クーはその人のことを先生と呼んでるって言ってたわ。その先生は普段長空市にいないそうよ。1、2ヶ月に一回、食べ物と日用品を持ってここに戻ってくるみたい。巣はそうやって物資を補給しながら生きながらえているのね。けど、自由に長空市を出入りできるなら、どうしてあの子たちをここから連れ出さないのかしら。もともと状況が複雑なのに、また問題が出てくるなんて、めちゃくちゃよ。
よ。ボサ頭の部屋よりめちゃくちゃ。少し考えをまとめたいから、メイ、あの子の相手をお願い。こんにちは。私はライデン・メイ。メイでいいわ。こんにちはです。そんなにかしこまらないで、普通に話していいからね。テスラ博士が教えてくれたわ。あなたの名前はクー、そうよね？うん、みんなからはクーかクーちゃんって呼ばれてる。助けてくれてありがとう。心配しないで、少し傷を負っただけだからすぐ元気になるわ。元気になったらお家に送るからね。そうだ、お腹はどうかな？何か食べる？何か落とし物でもしたの？うん、丸くて青い小さいロボット、マークトって言って先生がプレゼントしてくれた大事な友達なの。いつも持ち歩いてるんだけど、目が覚めたらどこにもいなくて。ガイドロボットかしら。どこかで見かけたような気がするけど。マークとの頭にはたくさんのデータが入ってて、あの子がいないと何もできないの。わかった、探してくるわ。ありがとう。確かこの辺りにあった。
喜ぶわ。はい、お友達よ。わあ、マクト、お帰りなさい。私忘れっぽくって昔のことはよく覚えてないの。マークとは私のもう一つの脳みたいなもので、何か忘れると教えてくれるんだ。こんな風にマークと、マークと、私は誰って聞くとね、どうして返事しないの？マークと？反応がない。 ねえ、死んだりしないよね？泣かないで、ロボットは死なないから。多分ちょっとした故障よ。テスラ博士なら直せると思うわ。治ったわよ。はい。テスラ博士、クーちゃんに巣の場所を聞いたところ、ちょうど最後の探索ポイントに近いようです。クーちゃんの状態も落ち着きましたし、送ったついでに難民のことを調べてみようと思います。ずっと長空市にいるならキアナちゃんに会ったことがあるかもしれませんし。ええ、そうね。わかったわ。出発しましょう。この道、よくわからない。ここはどっちに行けばよかったかな。
そう、左。大丈夫なの？ここが彼女たちの家。テスラ博士、この建物はビルを中心にして水面から離れた高さに建てられています。素材は組み立てや分解が容易なサンドイッチパネルで、構造もかなり簡素です。確実に言えることは、崩壊発生前まで直視にこういった建物はありませんでした。この建物は災害後に建てられたってことね。難民の子供たちにこういった技術はないはずだし、外部の協力があるのは明らかよ。例の先生ってとこかしら。先生に関することを詳しく聞く必要がありますね。ここまで送ってくれてありがとう。みんなにも言っておいたんだけど、メイたちは私の命の恩人だから、
はいつでも歓迎するよ。くーちゃん、先生に関することを詳しく教えてくれないかな。うん、いいよ。先生はこの巣の主で、みんなの恩人で、綺麗なお姉ちゃんだよ。3年前、先生が居場所のない私たちにこのお家を作ってくれたの。先生はよく外出するけど、戻ってくるたびに食べ物や日用品を持ってきてくれて、たまに変わったプレゼントまでくれるんだ。先生がいないときはみんなで街の中を散策して使えそうなものを拾ってくるの。拾ってきたものは万が一に備えて倉庫で保管してるんだ。街中を？危なくないの？先生が地図に安全なエリアをマークしてくれたから大丈夫だよ。その外に行かなきゃ危なくないの。最初はみんなこの暮らしに困惑してたけど、今ではすっかり馴染んじゃった。もちろん先生はノルマとか作ってないよ。集めたものが少なくても毎月の補給は変わらない。ここのルールは一つだけ。それはみんなちゃんと生きていくことだよ。災害を乗り越えたからこそ互いを助け合うべきだって先生はずっとそう教えてきてくれた。先生がいつ帰ってくるかわかる？その人に聞きたいことがあるの。実は私も気になってたんだ。日にちを数えてみると本当は昨日帰ってくるはずだったんだよ。だから先生を探しに出かけたの。そしたらうっかり安全なエリアから出ちゃって、見たこともない崩壊獣に追われて気づいたら転落してた。なんだか最近の聴空士はおかしい気がする。先生は大丈夫かな？そうだ、先生に聞きたいことって？実はね、今回博士と聴空士に来たのは離れ離れになった友達を探すためなの。話すと長くなるんだけど。どういうことなの？ずっと聴空士にいるあなたたちはキアナちゃんを見かけたりしなかった？私は見てない。きっと先生なら助けになる方法を知ってるかもしれないけど、今はいないから。とりあえず他の人に聞いてみる。ゾンビかな？
てないよ。もう3週間も出かけてない。綺麗なお姉さん。先生みたいなタイプの方がいいと思うけど。白い髪に青い目の女の子で、白いスーツを着てる人？そう、その人をどこで見たのかしら。最上区の方に行ったの見たよ。最上区？こことは逆ね。道理でみんな姿を見ていないわけだわ。ありがとう。あの崩壊獣と戦えるって聞いたんだけど本当？あるものを探してほしくてお願いできないかな。ルビーのペンダントでシルバーのチェーンがついてるの。その女の子を見かけた後、帰り道で紫色の崩壊獣に襲われてなくしちゃったんだ。確か搭乗区の広場だったはず。あそこは今崩壊獣だらけで近づけないから。大事なもののようね。広場までそう遠くはなし。探してあげよう。ええ、探してくるわ。東条区の広場、前に通ったはずよね。よし、ペンダントを探すわよ。あなたのペンダントってこれかしら。
ペンダント、とても大事なものなのね。もうなくさないようにちゃんと持っててね。探している女の子ってキアナさんっていうの？ええ、そうよ。その人を見かけた時、なんだかとても悲しそうだったんだ。かなり距離があったから勘違いかもしれないけど、キアナちゃん、このロボットのアニメが超空誌で大流行したんだ。私も大好きなの。特に無印の最終話から3つ前の話は最高だよ。あの名台詞は今でも覚えてるんだ。哲学の高みまで上がる必要はない。今日はただ邪魔者を消すだけだからってね。あと太極王帝が主人公たちを倒したシーンもかっこよかったな。何十回も見たもん。そのシーンばっか繰り返し見てるんじゃないわよ。最後の探索地点を調べてきたんだけど、残念ながら何もなかったわ。キアナはもう搭乗区から出たみたいね。そのことですが、巣にいる子たちに聞いてみたところ、こことは逆に行ったのを目撃した子がいるんです。今すぐ最上区に捜索しに行きましょう。メイ、キアナを早く見つけ出したい気持ちはわかるわ。でももうじき夜になる。今日はここまでにして、また明日捜索の準備をしましょう。でも彼女がここにいると分かったからこそ慎重に動くべきよ。焦って行動してミスなんかしたくないでしょ。夜までもう少し時間があります。それまで偵察してきます。日
日が暮れるまでに帰ってきなさいね。それと、ここにいる子たちを助ける方法はありませんか？どうすべきか、ボサ頭と相談しておく。ソルトレイク基地は孤児たちを受け入れたばかりだし、正直医療資源が足りるかわからないわ。それと例の先生にも話を聞かないといけないしね。今のところはできることを一つずつやっていきましょう。最上区に行くならまずは上空の壁を越えないとだね。あそこの地形って複雑だから私が案内するよ。私も早くキアナさんが見つかってほしいから。ありがとう。じゃあお願いしようかしら。もし敵に遭遇したら私が守るからね。大丈夫、戦闘が始まったらうまく隠れるよ。壁の下に着いたね。この先が最上区だよ。今日はここまでにして、そろそろ戻りましょう。クーちゃん、私とヘリオスに戻ってもう一度検査を受けようか。その後一緒にご飯を食べましょう。今日はいろいろと手伝ってくれてありがとう。え、いいの？ちょっと恥ずかしいんだけど、ここって缶詰しかないから別のものを食べたかったんだ。じゃあ行きましょう。あれは、あれは千葉学園。
士で有名な千葉学園。お金持ちの学校みたいだね。あの学校に入れる人は人生イージーモードなんだって。そんな大層なものじゃないわ。私も昔は千葉の生徒だったのよ。え、じゃあすごくいいところのお嬢様なんじゃ。崩壊が発生した時も私はあの学校にいたわ。まさか今日こんな形で帰ってくるとはね。思い返すといろいろなことがあったわ。家族の人はどうしたの？私は一人っ子で、それに母親は幼い頃に亡くしているの。お父様が一人で私を育ててくれたわ。でも入学してすぐお父様は罠にはめられて投獄されたの。だから当時お父様は長空市を離れていてね、崩壊の影響を受けなかったわ。もちろん今は解放されているから大丈夫よ。お父様の無実を証明してくれた人がいてね、安全な場所まで送ってくれたの。じゃあすごい長い間会えてないんだ。お父様は今とても重要な任務についているから、たまに連絡が取れるけど安全だから心配ないっていつも言われるの。お父様が投獄されている間は身が引き裂かれるような思いをしたわ。唯一の家族と離れ離れになって雷電家の家名にも大きな傷がついた。お父様が築き上げた事業を我がものにしようと大人たちが様々な手で私に近づいてきたわ。そして仲が良かった友達は犯罪者の父を持つ私と距離を置こうとした。何もかもお父様と共に私の元から去っていったの。その時になってようやくみんなが気にしていたのはライデン・メイという名前だったことに気づいたわ。私は人と距離を置くようになり、一人で行動するようになっていった。自分の世界に閉じこもることで心の辛さを和らげようとしたの。そんな日々が崩壊が起きるあの日まで続いた。でもあの子が私を変えてくれたの。あの日彼女と出会って私の世界は大きく変わったわ。その子ってキアナちゃんよ。キアナ・カスラナ。あの災害でキアナちゃんが私を助けてくれた。闇に落ちそうになった私をその手で引き上げてくれた。あんなに細い腕なのにそこには無限の力が秘められているみたいだったわ。
なにもがいても私はあの手を振り払うことはできなかったの。だから私は彼女が気になって仕方なかった。日の光を浴びたあの青い瞳はとても純粋で頼もしく輝いていたわ。わがままだけどとても誠実だった。死なせないから。私を助けると言って必死に私を死の淵から救い出してくれた。不思議だったわ。キアナちゃんは私とは初対面で、私の過去や人生、辛さなんて知るはずもなかったのに。それでもあの言葉は嘘には聞こえなかった。心を閉ざし他人を恐れていた私がこの人を信じたいと思った。そして私はキアナちゃんと共に上空市を離れたわ。私たちは天命のバルキリーに連れて行かれ、セーフレイヤ学園に入ってずっと一緒に戦ってきた。いろんなことがあっていろんな人と出会ってきた。家族、仲間、帰る場所、未来、私のなくしたものが少しずつ戻ってきたように感じたわ。いつの間にか私にはまた居場所ができていたの。思い返すと多分あの瞬間、キアナちゃんが私の人生を変えてくれたんだと思う。少し話しすぎたかしら。ううん、きっとメイにとってキアナさんはとても大切な人なんだね。ここは私たちの思い出の場所だから、歩くだけでどんどん思い出が蘇ってしまうの。思い出があふれるたびに早く見つけたいと願ってしまうわ。今まではキアナちゃんに守られてきたけど、今度は私がキアナちゃんを守る番だから。チャージ完了。
これ美味しすぎるよ。キッチンにまだまだ残ってるからゆっくり食べてね。こんなに唐辛子が入ってるのに全然辛くない。むしろさっぱりしてる。唐辛子じゃなくてパプリカだからよ。はあ、先生もメイみたいに料理が上手だったらいいのに。先生は何でもできるけど、唯一料理だけはどうしても。ところでずっと気になってたんだけど、その先生は毎月のように外に出るのに、なんで3年間もあんたたちを外に連れ出さないわけ？それには理由があるんだ。素での暮らしは寂しくて退屈だから、みんな先生の話を聞きたがるんだけど、その時に先生の過去もいろいろ教えてもらったの。先生はね、お金や地位のある家の生まれじゃないって言ってた。子供の頃にいろいろあって全部失ったみたい。でも努力していろんな国やいろんな人を相手にして十数年かけてやっと資産を築いたんだって。先生は貯めたお金の大半を使って遠い遠い国の、名前は忘れたけど、島を買ったんだ。その島に大きな屋敷を建てて自由で穏やかな生活を送るのが夢だって言ってた。もちろん先生は私たちや他の場所で助けた人たちを一緒に連れて行くって約束してくれたよ。屋敷がもうすぐ完成するって言われた時、みんなで大喜びした。先生はずっと苦労してきたし、やっと夢が叶うって分かったんだもん。でもあんな悲劇が起こるなんて誰も思わなかった。何があったの？4ヶ月前に大崩壊が起こった。その時先生はちょうど長空市にいたの。崩壊獣が次から次へと現れる中、巣が襲撃されないように先生は一人で戦ってくれた。騒動は数時間も続いてやっと収まった。みんなほっと胸をなで下ろしたんだけど、そこに悪い知らせが届いたんだ。先生の島が大崩壊の影響で沈んだって。今でもあの時の先生のことを覚えてるよ。無表情の先生が黙々と部屋の中を歩き回ったり暴れたり、口では大丈夫だって言ってたけどずっと泣いてた。
そして先生は耐えきれなくなったのか外に出て行った。海に向かって子供のように大声で号泣してた。涙も声も枯れ果てるまで泣いたんだと思う。しばらくして先生はゆっくりと立ち上がった。あの日、先生が夕日に向かって誓ったこと、私はずっと忘れないよ。どんな代価を支払うことになっても、人類は必ず崩壊に勝ってみせるって。言葉が見つからないわ。悲しいお話ね。さあ、暗くならないうちに送るから帰りましょう。メイ、カレー美味しかった。みんなにも食べさせたい。安心して。ちゃんと用意しておいたわ。20人分作ったから、帰ったらみんなに分けてあげて。世話焼きに関しては誰もメイに勝てないわね。ん？ちょっと待って、今日の皿洗いって誰だったっけ？戦術機構でカレーを運ぶなんてテスラ博士に怒られないかしら。自動運転、OK。無事到着したわね。さあ、カレーをみんなに分けてあげて。メイ、カレーを分けてきたよ。みんな喜んでた。
気に入ってもらえてよかったわ。先生にも食べさせたかったな。キアナさんを見つけたら、もうここを出て行っちゃうの？ええ。これからすべきことが、まだたくさんあるから。でも、きっとまた会えるわ。ネゲントロピーが何とかして、あなたたちを援助するって、テスラ博士が約束してくれたの。そのためにも、まずは、あなたたちの先生に話を聞かないとね。メイも先生も優しい人だから、きっと仲良くなれるよ。先生のことを誇りに思っているのね。うん。だって、自慢の先生だもん。あの災害の影響でね、私の記憶には空白が生まれたんだ。家族も、友達も、生活も、夢も、昔のことはよく思い出せなくなって、うっすらとした場面しか頭の中にないの。一番最初の記憶は、先生が私を抱えながら、何も言わずに廃墟をかけているところ。あの日、お空はとても暗くて、黒い雲が低いところを流れてた。でも私、光を浴びた気がしたの。先生は私みたいな子供を集めて巣に案内してくれた。これからは一緒に暮らすんだってみんなに教えてくれた。でも私には記憶がなかった。みんなが何を言ってるのか、自分が何をすべきかわからなくて、だからずっと先生の後ろにくっついてたの。先生がどこに行こうともね。そんな私に参ったのか、先生は私にいろいろと教えてくれた。先生はずっと巣にいられないから、超空師で生きていく方法を覚えないといけないってね。どうすれば都市の中を素早く移動できるか、崩壊獣から効率よく逃げるにはどうしたらいいか、そしてピンチの時に自分の身を守る術について先生は教えてくれた。先生は教えてくれたの。ちゃんと生きる、そのための方法を。どういう意味？あれはね、いつもと変わらない午後だった。先生が突然、誕生日おめでとうと言ってプレゼントをくれたの。自分の名前も思い出せないのに、どうして先生は私の誕生日を知っているのか不思議だった。そしたら先生がこれを私に渡してくれたんだ。マークト、私は誰？
私の人生だよ。私の名前、誕生日、家族、経歴、書きかけの日記、SNS のアカウント、ゲームセンターの登録情報。先生は、かつての私の情報を調べ上げ、そのデータを全部ここに記録してくれたの。正直に言うと、私の人生は普通だった。思ったよりもずっと普通。でも、これが私の人生。自分の名前、誕生日、育った場所、将来の夢を初めて知った。私にも誰かを愛し愛されていたことがあって、好きなことや苦手なことがあったんだって分かった。失った記憶は戻らないけど、記録されている文字を読むと確かにそういうことがあったような気がしてくるの。こうでもしないとちゃんと生きるとはどういう意味なのか理解できないって先生は言ってた。ちゃんと生きる、これって先生の口癖だったから。災害が長空詩を破壊したけど、私たちは生きていかないといけない。生きていくことこそが運命への抵抗になるから。いつか私たちはここを出て海の向こうに行ける。太陽の下に戻って、青空の下に戻る。そして私たちの抵抗がいつかの未来で誰かの生きる希望になるの。これが先生が巣を作った理由。そしてあの日、先生がマークと私の過去をプレゼントしてくれた理由だと私は信じてる。生きる希望。キアナちゃんが私を変えてくれたみたいに、先生もあの災害であなたたちを変えたのね。外が真っ暗だね。先に部屋に戻るから、メイも気をつけて帰ってね。明日きっとキアナさんが見つかるよ。また明日。疲れた、やっと振り切れた。
ゾンビのくせに元気すぎるでしょ。映画の中と全然違う。どうしたの？だんまりしちゃって。これからどうなるのかな。この都市は破壊されてしまって、どこもかしこも崩壊獣やゾンビで溢れている。救助の望みもない。逃げるって言うけど、どこに逃げればいいの。安心して、なんとかなるよ。ほら、こういうことわざがあるでしょ。明日は明日のご飯があるって。明日は明日の風が吹くよ。千葉学園に入れたのは奇跡だったのかしら。む、細かいことは気にしないの。東に進んで隔離壁を越えればきっと他の人に会えるはずだよ。それでもダメなら北に行って長空市を出る、もしくは港に行って船を借りて国外に逃げるのもありかな。方法はいくらでもあるよ。私とこれ以上関わらない方がいいわ。あなた一人なら助かる可能性はあるけど、私は次元爆弾みたいなものなの。そんな私と一緒に行動していたら。なんでまだそんなこと言うの？もう元に戻ったんでしょ？いいえ、あなたにはわからないわ。闇が至るところから湧いてきて、体を蝕もうとしているの。姿は見えないのに声が聞こえて、目の前の一切を壊せって言っている。私にはわかるの。たとえここを出られたとしても、あの声はずっと私についてくる。もし私がまた暴走したら。だったら私がもう一回勝てばいいだけの話でしょ。ピンチになったらあんたを連れて逃げる。敵が現れたら私が倒す。もしまた律者なんかになったら、私がバットで目を覚まさせてあげる。何度でもやってあげる。そのせいでお互い傷だらけになっても、私がずっとそばにいて守ってあげるから。だからもうそんなことばかり考えないで。ほら、あんたも私も昔は一人ぼっちだったし、似た者同士でしょ。友達になって仲良くした方がずっといいと思うけど。
他の人たちはそう思ってくれないわ。言わなければいいだけ。このことは私たち二人の秘密にしよう。それに私たちってば可愛いし、泣きつけば疑われることもないって。旅をしてた頃嘘泣きは何度もやってきたから得意だよ。安全な場所に着いたら何か作ってあげるわ。ずっとコンビニの残り物じゃ満足できないでしょ。私の舌は肥えてるからね。簡単に美味しいなんて言わないよ。楽しみにしてて。どうしたの、ボス頭。起きてください。そうね。次はケンタウルス・ザ・アルファ星。博士、博士。自然現象のはずがない。子供たちが危ないかもしれません。早く行かないと。
獣が集まり始めてる。崩壊獣は片付けたけど、油断は禁物よ。今のうちに準備を整えましょう。子供たちと物資を高いところに移さないと。緊急事態だから戦術機構のまま巣に入るけど、みんなに説明を頼むわよ。どうして急に水位が上がったのかな。最近の超空誌、おかしなことが多すぎるよ。博士、嫌な予感がします。崩壊獣の動きが活発になった上に数も増えてきています。まるで何かに引き寄せられているみたいです。もしかして昨日遭遇したあの大きい崩壊獣のせい。今まで見たことないタイプだったから、崩壊獣たちのリーダーなのかも。どこで会ったの。上空の壁付近、案内するよ。事態は急を要します。すぐに調査しないと。ええ、巣の方は私に任せて。こっちの問題が解決したらすぐに合流するから。you
何か聞こえる。遠くの方からみたいだけど。ライデンブレード。やられたらやり返す。倍返しよ。あの姿、以前と違う。それにこの力。ライデン・メイ、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは私が何とかする。クーちゃん、行こうよ。
女が。うん。先生のことを知ってるの？セッペイ！ライデンブレード！セイヤ！待たせたな、ライデン・メイ。先生、お帰りなさい。あの大きい崩壊獣は先生が倒したの？ごめん、逃げられたよ。でも奴の肩翼に傷を負わせたから、しばらくは飛べないはずだ。それより行く。みんなに部屋の中に戻るよう伝えなさい。お客さんと二人きりで話したい。きっと聞きたいことがたくさんあるだろう。でもまずは礼を言わせてほしい。子供たちから聞いた。お前たちがクーを、そして巣を助けたと。お前たちがいなかったらクーは。とにかく感謝する。あなたがあの子たちの先生なんですか？ああ。子供たちの話から聞いていたあなたと、研究室で見た暗殺者のあなたはまるで別人のようです。人は誰しも秘密を抱えている。そうだろ。あの子たちが寄せる信頼が間違いじゃないことを願います。それより、お前がここに来たのは、あの律者の娘のためだろう。ええ。あなたなら、キアナちゃんを見つけられると、クーちゃんが言ってました。そうだが、お前にとっては、いい知らせになるとは限らないと思うが。どうして？私がここに来たのは、彼女を殺すためだからさ。
チャージ完了。私がここに来たのは彼女を殺すためだからさ。ヨルムンガンドはまた何か企んでいるんですか。いや、組織とは関係ない。私一人で決めたことだ。彼女の今の状況をお前はまだ知らないみたいだな。どういう意味です。子供たちを助けた例に一つ教えてやろう。天球史であの娘は一度ヨルムンガンドの手に落ちてな、とある狂った女の実験室に閉じ込められ非人道的な実験を受けたんだ。だがあの時の悲鳴や苦痛に歪む表情が全て偽りだったと私たちは後になって気づいた。彼女は少しも痛みを感じていなかったのさ。リッシャコアの侵食のせいで痛覚を失っていたんだよ。ありえません。そんな話彼女から聞いたことありません。考えたことはないか。リッシャコア一つで都市を一つ壊せるっていうのに、彼女の体内には三つもコアがある。それで無事でいられるわけがないだろう。今まであの娘は鎖で体内の律者を抑え理性を保ってきたが、崩壊の侵食を防ぐ術を彼女は持っていない。そして今彼女を縛っていた鎖は消えた。海水が上昇し群がる怪物たち、その上審判級の崩壊獣まで現れ始めている。今この超彼女の意識が消え失せ、リッチャの意識が目覚める。まるで決壊寸前のダムのようだ。様子を見ると組織は言ったが、このままじゃあの娘は助からない。きっと彼女もそれを察したからこんな人気のないところに身を潜めたのだろう。取り返しがつかなくなる前に彼女を排除しなければならない。ネゲントロピーの艦隊を派遣して彼女を極東から離れた場所に移送します。そうすれば子供たちを危険から守れます。だから ネゲントロピーに彼女を救う方法があるとは思えない。4ヶ月前の災害、私は今でも昨日のことのように覚えている。やるならいっそのこと根本から問題を解決しないといけない。そんなの解決じゃありません。あなたはただ彼女を殺したいだけです。お前は子供たちを助けてくれた。私のターゲットでもない。だからお前と戦うつもりはないが、どうしても邪魔をするというのなら話は別だ。セイ！セイ！セイ！
ナちゃんのところへは行かせません。どうして勝手に出てきた？先生、なんでメイと戦うの？メイはみんなをいじめたりしてないよ。みんなに優しくしてくれたし、私のことも助けてくれた。メイは友達を探しに来ただけなの。見つけたらすぐここを出るし、先生ならメイの友達を見つけられるでしょ。ああ、だがその友達を彼女に渡すわけにはいかない。どうして？そいつが危ないやつだからだ。クーやみんなに危害を加える。じゃあメイはもうキアナさんに会えないの？二度と顔を見れないの？話ばかりしてた。3年前キアナさんがメイを助けたって、先生が私たちを助けたように、私たちが先生を大事に思ってるように、メイもキアナさんを大事に思ってる。もう一度考え直して、少なくともメイにチャンスを。先生、別人みたいで怖いよ。
いい子だから怖がらないで。彼女にチャンスを与える。約束するよ。子供たちを巻き込む必要はない。あの小娘の居場所を知りたいならついてくるといい。見つかるまでお前に手出しはしない。だからお前も私に手を出すな。無論私は考えを変えたりしない。だから見つけた後はお前がどうしたいかお前の力で示せ。やられたらやり返す。倍返しよ。そう黙ってばかりいるな。気まずい空気は苦手だ。仲間にはなれないが会話くらいはしてやる。そろそろ空の律者を追うとしよう。ああちょうどいいのがいるな。あの崩壊獣たち何か特別なんですか？ごく普通の崩壊獣だよ。この瞬間まではな。ライデンブレード
子だ。すぐ楽になる。何をしたんですか？ちょっとばかし親しみある交流をしてやったまでだ。貝の崩壊獣には知能がない。奴らは人類が感知できないとある崩壊エネルギー信号に従って行動しているんだ。本質は全く異なるが動物のフェロモンと類似している。端的に言えばその信号を感知し干渉さえできれば崩壊獣の行動を変えられるんだよ。個体を操って仲間に指示を出すことも可能だ。今までもこの方法で崩壊獣やゾンビを子供たちから遠ざけ安全なエリアを作ってきた。クーちゃんの言っていた安全エリアの正体なのね。この交流を通せば信号を出すだけでなく奴らからの信号を受け取ることもできる。崩壊獣の感覚とつながり獣の世界へと身を投じることで人間では見聞きできないものを感じられるんだ。空気中に広がる乾燥や熱、海水の中を流れる暖流、それから遠い先から伝わってくる律者の甘い香り。律者の気配がこの都市の崩壊エネルギーと混じり合ってる。一体の崩壊獣から得た情報では限界があるな。空の律者の居場所を確実に知りたきゃもっとサンプルが必要だ。はぐれた崩壊獣をゆっくり探すのも一つの手だが時間を無駄にできない状況でもある。崩壊獣が集まってきている。都心級崩壊獣の活動範囲は全都市だ。崩壊エネルギーに対する感知力も相当高い。だから奴らに招待状を送ってやったのさ。一網打尽にすれば時間を節約できる。そうだろ？むちゃくちゃです。
きて元気出してください。数ならエリアにいる半分の崩壊獣は片付いたはずだ。なかなかの実力だな、サムライガール。たった一日であの子を懐柔するなんて、一体どんな魔法を使ったのか気になるよ。ところで、空の律者の話はしてないだろうな。していませんよ。それでいい。あの子たちはまだ崩壊をよく知らない。災害だという認識しか持っていないから、余計な知識は与えるな。クーちゃんは、あなたの仕事のことを知っているんですか？知らないし。知る必要もない。あの子の病気が治ったら、このすべてから遠ざけるつもりだ。病気？ですか？あの子たちは精魂を身に宿しているが、不完全なんだよ。崩壊の中で生きていける力を持つ一方、逆に崩壊エネルギーのない環境では禁断症状が出て生きていけない。今の技術じゃ即効性と高い効果を合わせ持つ治療は確立されてないんだ。リスクを減らしたいなら長期の投薬治療に頼ってゆっくりと精魂を完全覚醒させるしかない。幸いなことにヨルムンガンドから薬を定期的に供給してもらえている。あの女は狂っているが天才なのは確かだ。
あの子たちのような特殊個体にだけ興味を持つのは残念な佐賀だがな。あなたは悪い人に見えません。クーちゃんからあなたのことを聞きました。彼女はあなたを尊敬し、自慢の先生だと言っていました。でもあなたは子供たちを助けながら市民全員を実験台にするヨルムンガンドに力を貸していた。矛盾していると思いませんか？少し誤解があるな。私は傭兵だ。報酬が良ければ何でもするし、どんな相手でも殺す。確かに私は十数人の子供を助けた。だがこの手で葬ってきた命と比べたら、それは取るに足らない数だ。これも矛盾だというのなら、私が経験した矛盾はあまりにも多いな。戦争の火蓋を切り、死体を生産することで財を成した武器商人も、子供からすれば憧れのヒーローであり、家族の支えかもしれない。グレーゾーンを渡り歩き、非常な手段で敵を排除してきた資産家も、その財をすべて自分の生まれ育ったスラムの再建に使うかもしれない。一方、罪で震えながら他人の助けを待つ難民が、食事のために殺し合い、身にかかる悲劇を他人に押し付け、人手なしの化け物になることもある。あの日、あの子は、クーは廃墟の中で倒れながら、うつろな言葉で生きたいと私に言った。私は、あの子に化け物になってほしくないだけだ。あの子たちと過ごした時間が、自分がまだ生きていると感じさせてくれている。そんな日々が、私は嫌いではないんだ。じゃあ、どうして今でもキアナちゃんを憎んでいるんですか？何が言いたい？あなたも天球地にいたのなら、あの都市を守ったキアナちゃんの姿を見たはずです。キアナちゃんは人々の苦しみを自分が背負うべき責任だと考え、自らの胸の痛みを心の奥深くにしまい込みました。彼女はその負担と使命を抱えながら、他の人を笑顔にさせようとしているんです。彼女はあなたからすれば空の律者かもしれませんが、
私にとってはキアナ・カスラナなんです。そんな彼女だってあなたが言った矛盾ではありませんか。そんな矛盾に対してそれでも殺すというんですか。お前は彼女の意志を、彼女がリッチャに勝てる可能性を信じている。私は彼女の力を恐れ、何があっても空のリッチャの復活を避けようと思っている。理屈は簡単だ。相手を説得する必要なんかない。理想も希望も私が今まで体験したことのないものでは私を説得できない。私は確かな証拠だけを信じる。だがお前もネゲントロピーもそんなものは持っていない。私は悪者だが悪魔じゃない。しかしこの世には本当に狂った悪魔がいる。彼女を憎み、彼女を利用し、彼女を狙い、彼女を操ろうとする者。今後あの娘の運命はもう美しくないだろう。彼女を待っているのは終わりなき地獄さ。私を止めることもできないお前が、そういった相手をどうやって止めるというんだ。渡すのを忘れていたな。みんなと一緒に食べるといい。これは天球おこし、信州のお土産だ。私が作ったものではない。あ、空の律者の位置を突き止めるにはもう少し時間が必要だ。そうだ、お前に返さないといけない人がいたな。お前とクーに会う前、先にこいつと遭遇したんだ。ちょっとしたトラブルがあってな。
言っておくが、先に手を出してきたのはこいつだ。あなた、本当は縛るだけにしようと思ったんだが、うるさい上に言葉遣いもかなりあれでな。とにかく子供たちに悪い影響を与えないよう、少し静かにしてもらったんだよ。そいつの解放が済んだら、上空の壁の下に集合だ。お前一人で来い。クーとの約束だからな。万全の準備をしろ。あのドラゴン型の崩壊銃は、おそらく簡単に通してくれないはずだ。奴と戦った時、特別な信号を感じた。なんというか、まるで人間の悲しみや苦しみを自分のせいだと責めているような。他の崩壊獣は本能的に空の律者のもとに集まろうとしているが、奴は違う。あいつは律者を守ろうとしている。崩壊獣にも感情があるのか？ふん、お前と似ているのかもな。ベナレス、以前戦った時とは違った感じがした。不思議だけど、少し懐かしいような。せいぜい励め、ライデン・メイ。結末は変わらないと思うがな。ライデンブレード、レイアップ。
なるほどね。そんなことが。あんた、本当にそんな奴と一緒にキアナを探す気なの？彼女は本気です。私が止めなければいけません。こんな展開になるなんて、予想の斜め上すぎるわね。他の人たちに連絡して、応援を呼ばないと。それに、あの女は危険よ。危険なのは重々承知しています。彼女のキアナちゃんに対する殺意は、単なる立場の問題ではありません。あの人は、本気でキアナちゃんを殺そうとしています。誰かが邪魔しようものなら、きっと彼女は、手加減しないでしょう。それでも、キアナちゃんを見つけ出すには、彼女の力が必要なんです。どれだけ私はキアナちゃんとすれ違ってきたのでしょうか。天命での戦いの時、リタさんと戦った時、デュランダルさんに連れ去られた時、何度も何度もキアナちゃんが離れていくのを見ていることしかできなかった。何もできなかった。メイのせいじゃないわ。いつも安心させようと慰めてくれてありがとうございます。でもそれに甘えてばかりいられません。もう自分をごまかしたくないんです。キアナちゃんと一緒に過ごすことで、私は過去の痛みや孤独、迷いを徐々に忘れていきました。でもキアナちゃんがいなくなって、本当は何も変わっていないと気づかされたんです。私は何も変わっていない。弱くて心の安らぐ隅っこに隠れてばかり、顔を上げるとみんなが遠い存在になっていることに気づかされるんです。私が何も変わらないから、キアナちゃんとのすれ違いを繰り返して今みたいな状況になってしまったんです。キアナちゃんに守られてばかりで、キアナちゃんのために何もしてあげられなかった。そんな自分が嫌いなんです。今の私にキアナちゃんを守る力はありません。その事実を受け入れる覚悟が必要です。それは諦めるという意味じゃない。むしろそれを認めることで見えてくることがあると思うんです。キアナちゃんを連れ戻すには立ち向かわなければいけません。たとえそれが罠でも、勝てない相手でも、私は
向き合わないといけないんです。それこそ私が唯一キアナちゃんを守れる方法ですから。メイ、必ず無事に帰ってきてちょうだい。空の律者は長空の壁二号隔離扉の近くにいる。準備はできたか？ええ、行きましょう。you
これで道中の掃除は終わったな。次は奴と対峙する番だ。まだだ。奴は倒さなければいけない敵だ。奴にとっても同じことが言えるがな。ライデンブレード。まだ起き上がるの。これで邪魔者は全て排除した。残すは一つ。
やられたらやり返す。もう空の律者は目と鼻の先だ。彼女は危険だ。いつ暴走してもおかしくない状況にある。別の場所に移動させても症状の悪化を止められないだろう。お前がどんな選択をするか楽しみにしてるよ。キアナちゃんを連れ戻します。いや、お前が連れ戻すのは死体になるかもしれない。その前に私が殺すからな。そんなことはさせません。いいだろう。お前も私もこれしか方法がないと知っているようだ。させないって？ヨルムンガンドはお前のことをよく知っている。コンケストジェムを失ったお前はただの娘に過ぎない。今まで彼女を守れなかったお前が今になって守れるわけがないだろう。どうして運命は彼女にこんなにも残酷なのでしょう。彼女の正体、彼女の過去、それともただ律者として生まれたから他人を傷つけようと思ったことがないのに。彼女はあんなに優しくてあんなにいい子なのに、どうして世界は彼女にこんなにも残酷なんですか。崩壊エネルギーが集まってる。お前死ぬつもりか。この命と引き換えにキアナちゃんを連れ戻せるなら喜んで捧げます。この命は彼女に救われたのですから。ずっと彼女の後ろに隠れてきた。
でももう逃げ場はない。彼女が私を守ってくれたように、今度は私が彼女を守ります。私が生きている限り絶対に傷つけさせません。どうやらそれがお前の選択のようだな。いい目だ。気に入ったよ。連れて行け。遠くに。そして誰も傷つけさせるな。これはお前が約束したことだ。自分に感謝するといい。最後の最後に、お前は確かに証拠を見せてくれた。早く行け！私の気が変わる前に！ライデン・メイ、また会うことになるだろう。私を探したければどこに行けばいいかわかるはずだ。やっと見つけた、キアナちゃん。どうですか？応急処置をしたからしばらくは大丈夫よ。
意識もすぐに戻るわ。でも彼女の体は悪化し続けている。今もあのリツシャの意識がコアによる侵食を引き起こしているのよ。キアナは頑張ったわ。この4ヶ月間彼女はシーリンと戦い続けてきた。でもこのままじゃ彼女の体が先に崩れてしまう。よりによってこんな時に、都市1個を破壊できるほどの崩壊エネルギーを吸収しているなんて。本部に第一級警報を出しておいたわ。ハイペリオンもここに向かってる。メイ、落ち着いて聞きなさい。2ヶ月よ。彼女に残された時間、そして私たちに残された時間は2ヶ月。ああ、私だ。状況はどうだ？すべて順調だ。超空死の崩壊エネルギーはもうすぐ爆発臨界点に達する。実験は予定通り開始できるだろう。何を笑っている？すべて順調？違うだろう。お前の勝手な行動はすべて把握しているよ。バレてたのか。ナターシャ、ナターシャよ。何度も言っただろう。空の律者は特殊個体だ。K423 のことはすべて孫主が判断する。勝手な真似は許さんぞ。残念だよ。こんなことをして自分が無事でいられると思っているのか。果たしてどうだろうな。どういう意味だ。頭を悩ませているのだろう。キアナ・カスラナがずっと反律者のままだったら、ヘビにとって彼女は何の価値もないもんな。だが私は見つけた。ヨルムンガンドが本当に必要な力。空の律者を羽化させられる力を私は見つけたのだ。